皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の34日目ですね、目です。では問題を見ていきましょう。カッコ1 ABCDE5 人のテストの点を B を基準に B より得点が高ければ正の数、低ければ負の数で表すとき、下の表を完成しましょうと。ここに表があります。それぞれ A が87点、 B が85点、 C は78点、 D は92点、 E は81点、こういう得点が書いてあります。そして B を基準にすると B は0になりますよね。で、 A は87点ですから B さんより2点高い点ですから、正の数で表すとプラス2と、こうなりますね。 C さんは78点、 B さんより低い点ですから負の数になります。何点低いかというと、85-78をやると7ですから、マイナス7というのが C さんですね。 D さん92点、B さんより高い得点ですから正の数で表しますね。何点高いか、92-85、7ですからプラス7、このようになります。 E さんは81点です。 B さんより低いですね、4点低いのでここはマイナス4と、このようにして表が完成します。カッコ2番、次の計算をしましょうと、こういう問題です。丸1、マイナス 3.2 足す6と、負の数と正の数の足したんですね。絶対値を見ると正の数の方が大きいので、答えは正の数になって、絶対値を引き算、 6-3.2 を計算すると 2.8 が答えですね。ここでプラス 2.8 と書いても、これは正解です。丸2番、マイナス4分の3引くプラス4分の3と、こうなっています。ここの引き算をまず足し算に直すと、ここの符号が逆になってマイナス4分の3ですね。つまりマイナス4分の3足すマイナス4分の3と、こういう計算です。分母揃っているので分母はそのままで、負の数なのでマイナスをつけて4分の3足す3で6になります。もちろん約分をしますね。2で約分すると2、3、こうなるので答えはマイナス2分の3と、こうなりますね。ではカッコ3番です。次の計算をしましょう。丸1、マイナス 5×9かけるマイナス2ですね。負の数と正の数の混じっている掛け算です。答えどうなるかというと、まず負の数が2つ偶数個あるので答えは正の数になりますね。そして数字を掛け算します。この時、プラスって書いて順番変えましょうか。5×2×9、 こういう順番にしましょう。そうすると5×10×9 なのでプラスの90と、こうなります。このプラスの印は省いても構いません。丸2番です。マイナス7分の4括弧の2乗です。括弧の外側に2乗とあるので、これはマイナス7分の4かけるマイナス7分の4という意味ですね。負の数を2回かけると正の数になりますね。分母は7749と、分子は4416と、答えは49分の16、もちろんプラスをつけてプラス49分の16でも構いません。括弧4、次の計算をしましょう。ここでは割り算です。丸1、マイナス21割る3と、負の数割る正の数、符号同士の割り算は答えは負の数になりましたね。
ですから負のマイナスをつけて21÷3は7ですからマイナス7、これが答えになります。丸に12÷-9、ここではこのマイナス9逆数にして掛け算にして計算します。12×-9/1、このようにしますね。で9と12約分できますね。3で約分できますから3で約分してこうなります。と負の数で -3/4、これが答えですね。括弧5、次の計算をしましょう。丸1、-11÷3×-6と。今度は、割り算と掛け算が混じっている計算です。ここではここの割り算の部分を逆数を使って掛け算にして計算していきます。-11 かける、逆数にして3/1かける、-6、こうなります。と、この3/1の3と、この -6 の6を約分します。こうなりますね。で、負の数が2つある掛け算なので、答えは正の数になります。そして、11×1×2 を計算すると、22。答えは22と計算できるわけです。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。